来ましたのね、鶴ヶ鶴ヶ市の三方五湖です。鶴ヶから20分30分ぐらいで下道で三方五湖の早瀬という場所、まあ、五湖の一番海につないでる入り口ですね。三方五湖の中に入るシーバス全部ここから取ります。この時期ここですね。で、投げるポイントはね、今青い丸のところが僕今いますけど、こっちからいろんな方向、青い方向、青い線のところに投げれるし、反対側がそのオレンジの線の方にも狙いますね。どっちも右左も狙えるところです。海と川のあのところですね。三方五湖の早瀬かな、早瀬って場所かな。シーバス釣りやりたいと思ってます。まずは試し塗るわ。まあまあまあ、ここはリーダーが産後気を使う竿は12フィット、 10フィットやな、 10ml の台はと安いリル、シマノの C3000、 これナッシかな、覚えてない、なしそうですね。なし。P がイチゴ。リーダーがサンゴ。50センチぐらいですね。で、ルアーは、まあ、この時期は一番釣れるのは、BJ やね。この BJ。これまあ、VJ っていうのは、まあ青色とピンク色も、昔はねこの似たようなルアー買ったんですけど釣れない、なんでか知らんけど、これも買って釣れないです。 VJ がパワーありますね。もちろんこの100均で今 BJ のパクリ、これですね、これももちろん釣れます。100均で売ってるんです。このワームも BJ のワーム使って、こういうふうにねワームも短くして長さ比べるとちょっと短いんですね。まあワームとか、まあ使えるのは夜釣りやし、サイレントアサシン 99S シンキングね、こういう色シバス大好き、まあ、この多分この3つのルアーになりますけど、どれが当たりいいか、どっちの方が釣れるか試したいと思ってます。まず BJ から行こうかな。でスナップ、スナップはな、
釣りしたい方はちっちゃいスナップ使った方がいいんですね。見えるかな、このちっちゃいスナップで十分です。これですね、ライトもうちょっとこっちかな。 OK、 このちっちゃいスナップで十分釣れます。80センチ90センチのシーバスでも釣れます。リーダー50センチでちっちゃいスナップ使った方が釣れますよ。ごめんなね、みんなよく使うのはこういうリンゴとか、あとこういうでっかいの、でっかいのな、でっかいのやめた方がいいです。サイズ比べると全然違うんですね、動きが変わる。こっちがでかいの使うと何センチかな、多分一番ちっちゃいと思うね。15キロまで十分ちっちゃい方がいいんです。ちっちゃいと強いスナップ使った方がおすすめです。リーダーもフルカーボン、サンゴ、海でもシーバスでもこのメーカー使ってます。さあ暗いねけどね、何も釣れないですね。釣りしてもまた釣った時にライトつけてチョーカー見せます。1匹目釣れました。シーバス BJ コレマン、すごい釣れたやん。外しますね。40センチぐらいやな。綺麗です。はい、さよなら。第2匹目。サイズアップ50センチ。すごいな。めっちゃ釣れるよ、ビジュ。いってらっしゃい。さすが BJ やな。ルアどこや、ここ。はい、3匹目。3匹目まだ40センチ。はい、いってらっしゃい。次はサイレントアサシン。シンキングタイプ。さあリリースしましょう。はい、さよなら。もう一匹釣れました。よし、はい、BJ のピンク、さよなら。はい、もう一匹です。また BJ のピンク、 BJ ピンクいいですね。持ち上げてくださいよ。これ結構刺さったな。よし、よし、外れました。これ30センチ。バイバイ。シーバスありすぎて引っかかるん。BGめっちゃ当たるんですね。よし。
へまた30センチ、よし、サイズ欲しいけどね。はい、さよなら。お疲れ様です。少しな時間ねんけど、何匹釣れたか覚えてない。6匹かな、7匹ぐらいかな。一番当たりやったのは BGA ですね。 BGA の青色とピンク色で、ポチポチボイルがあって、その時にサイレントアサシンに書いて投げて、ゆっくり巻いたら何回かヒートして1匹を釣れたんですけど、あとはバラシで、これもね、同じく投げてボトムにトン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 ってゆっくり巻いて、根掛かりしたらゆっくり外して、またなんかボトムにポン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 当たりながらゆっくり巻くと、めっちゃ釣れたんですね。めっちゃっていうか、まあ1時間半だけ遊びに来て、今日ちょっと用事あって夕方6時から家出て、ここに着いたのは8時前ですね。8時ぐらいスタートして、今何時かな、ちょっと今見ます。8時スタートで、シートベルトを着用してください。車遅い、ちょっと待ってくださいね。今ちょうど9時です。あれ、ここどこ、携帯。9時6分です。1時間だけで楽しめる場所、これからも5月6月まで釣れるポイントです。ぜひ来てください。よろしくお願いします。